ます。矢口さん、春樹さん、こんばんは。あ、こんばんは。さあ、ねえねえ、矢口さん、春樹さんの家のプラネタリウムは綺麗でしたか？ぜひその時のことを教えてください。新宿区の違いのわかる女さんからです。来てないよでもまず行くって言ってないじゃないですか。行ってないっけ。いや、みんなでおいでよっつったじゃん。別にやぐっちゃじゃなくて、スタッフ全員僕はご招待しますよって、はいはいはい、まるで天井をねくり抜いたような感じになるわけよ。それがすごい素敵だから、今度みんなで打ち来な。いや、じゃあ今日行くか、うちに。みんなで終わってから。今日ですか。はい、そのプラネタリウムの良さをね、はい、と言ってもはっきり言って大体社交辞令で終わるじゃないですか行きますよとか、はい、行きたいですとか言っても、はい、なんで今日はもう来ないんだったら持ってこようじゃないかっていうことだよね。ここでプラネタリウムを持ってきました、はい、マジっすか。ただここじゃ無理じゃないですか。なんせそれって本当に光に弱いのよ。うん、もう真っ暗の状況じゃなきゃもう星が見れないのね。はいはいはい。なんでこんなものを作ってみました。何ですか。さあここじゃ無理じゃないですか。来いよって。うわーやだー何これ。これで光が入んないようにして、まあ、確かに入んないですけど、僕の部屋を再現しました。トイレットペーパーって書いてありますこれ本当ですか。この中に入ってみます。え、どうやって入るんですか。ここに入り口があるから入れないじゃないですか。まずここに、いや、どうやって入るんですか。首だけ一回上げてからこれで絶対綺麗ですか。絶対綺麗です。わかりました。これをわざわざヤグちゃんに綺麗な星を見せたいからこういうのを用意したんですよ。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと入りますかこれ。はい、ようこそ入り口。すごい手作りですねこれでもいいんじゃないですか、夏休みの自由研究とかに。これちゃんとね、地面に寝すぐっちゃいけねえと思ってさ。また女性に優しいヨガマットだよ。およそ1万個の星の光を再現できる家庭用プラネタリウムホームスター。暗闇でなければ見えないというが、果たして段ボールの中で綺麗な星は見えるのか。ちょっとお邪魔します。よし、春樹さんお邪魔します。え、なにこうこう、ちょっと こっから入る。ここ開けてよまず、はい、ここようこそって。はい、開けて、ちょ、あげるから。これドア関係ないじゃないですか。まあ関係ないんだ、そこに首がねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、マイクちょっと横置きます。ちょっとね、目閉じててね。ちょっと待ってください。途中の今寝っ転がる寸前。あのね、はい、違う、あのね、あ、本当にこの暗闇に慣れといた方が星が綺麗に見えるから。わかりました。もう今から目閉じてて、俺がいいよって言うまで開けちゃダメよ。わかりました。じゃあ私普通に酔っかかりますね。酔っかかりっていうか普通に寝ますね。じゃあ、はい、この待って引っかかんない、はい、ここですか。まだ目閉じてますから。はい、閉じた。あ、ちょっと待って、これなんか何何こうですか。いや、それ、あ、こっちなんだよ。はい、ぐさーちょっと待って待って待って、ハチさん怖いよ。ハチさん怖いよ。ちょっと待って、ちょっとまだ早くして、早く早く、ちょっと待って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 、明かり明かり入ってる。これで、なんか明かりが持ってた。ちょっとヤグちゃんの首周りになんかタオルケット的なもので光を。怖いよ。どうですか。よし、じゃあいいよ、目開けて。せーの。あー、すごい。すごいだろ。なにこれ。これプラネタリウムだよ。星星。すっごい細かくないですか。これだって何万個っていう星があるもん。ええ、どういうこと。これえ、ここが、ちょっとここどこだ。ここが、これは北斗七星多分。これえ、でも横にはないですよ。もう上だし、上だけ上だけ。わ、細かいわ。これ部屋でやるとどうなんですか。部屋でやるともっとすごい、もっと壮大、もっとでかいからね、もっと広いの。あー、これちょっと近いんだ。近いんだけどね。なるほど。
いや、すごいですね。すごいでしょ。綺麗ですね。これなんかちょっと安眠。そうそう、寝るときにやるといいんだよ。熟睡できそうな。わあ。これは。いいでしょ、でも。いや、いいですね。これ私今、下の状態がすごく気になってるんですけど。うん。いや、もうここに集中して。わかりました。今、夜空にいるんだって。はるきさんのね、光がちょっと漏れてるんです、そっち。こう。あ、そう。あ、増えた、増えた。あ、すごい、すごい。増えた。すごい綺麗、すごい綺麗。ほら。あ、これもう真っ暗がいいですね。そう、真っ暗じゃなきゃダメなんだよ。わー、すごい。細かいですね。あんまりさ、ほら、都会の空って綺麗じゃないじゃない。改めてさ、こうやって見るとさ、夜空って綺麗だよ。そうだね、綺麗だね。うん、これもスイッチ押すとね、ぐるぐるって 回るんだよ。やってー。ちょっと待ってだよ。それやってください。ちょっと待ってた。これで流れ星機能も。それよし。どこどこ。これ今回ってるの分かる？お、流れ星、流れ星。すごい、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 流れ星。見えたでしょ、見えたでしょ。どこどこどこ、次、次どこ、流れ星。これ面白い。いいでしょ。超面白い。だからさ、見せたかったんだよ。これはもうちょっと、ああ眩しい。地上に。現実だ、現実。現実眩しい。どうやって、ちょっと待って、どうやって出るの。よいしょ。いやいや、別世界ですよ。